皆さんこんにちは。シチリア州公認ガイドの原静子です。シチリアはずっと規制がありましたので、なかなか外に出られなかったんですけれども、お天気もいいし、久しぶりにタオルミーナの街を訪れてみました。チャオチャオじゃあ広場にやってきましたよ。4月9日広場ですね。やっぱりここが、あ、どうかな。おー、エトナさんが、あ、このところねすごい活発で、多分日本の方にもね、噴火の様子が伝えられていたようなんですけれどもね、こちら今日は雲の上に顔を出してますね。中央火口群の奥の煙が灰色っぽい感じかな。まだかなり活発で、すごく上げる噴煙はもう一日で終わったんですけれども、多分ね溶岩は流れてるかも。よく見るとあちらの雪がかかってるところも灰色なのは灰が降ってるからなんですよね。今こちらから来たんですけれども、ずっとねこちらを見るとほら綺麗、眩しいですね。あそこの半島はね、溶岩が流れてきて出てきた半島なんですよ。そしてこのエトナさんね、そしてこちらの方が広場ということで、綺麗な広場ですよね。これもね小さいけど可愛らしいバロック様式です。あ、こちらオレンジのね木がたわわに実ってますね。本当はオレンジ農園も来たかったんだけど、ロックダウンで行けないうちに収穫時期終わっちゃいました。もともとこうやってねアラブ人が街路樹としてオレンジをね持ってきたんですよね、うん、あちら奥に行くとメッシーナ門です。そしてこちらずっと奥に行くと、まあギリシャ劇場ですけどね、ギリシャ劇場はちょっと閉まってます。まだ来週ぐらいからね、まだ状況が良ければ少しずつ開いてくるんじゃないかな。それを期待してお店の人たちも少しずつ準備してるようですね。でね、今日はちょっとここをね下がっていってみましょう。はい、あ、かわいくないこれアランチーニだぞライスコロッケです、シチリアのね。この下にクリスティーナさんっていうね、すっごい人気のシチリアンファーストフードのお店があるんです。はい、こちらダークリスティーナさんですけど、ここはシチリアのファーストフードということでね、やっぱりなんといってもこれご覧ください。はい、ライスコロッケアランチーニです。それからねこちらはパスタをオーブンで入れて焼いたもの、それからこれアーティーチョークですね。この間私も出しましたけど、今だからね旬なんですよ。それからこうやっていろいろなお惣菜がありまして、はい、こちらのピザも美味しそうですよ。ナスと入ってるノルマ風ですね。そしてこちらの方はこれはメッシーナ風って言うんですね。ああやってほらできてるので、もうお惣菜でお昼にしてもらうこともできるんですね。え、おかま、おかまおかまですとか言って、おかまだ面白いあの陽気さがたまらないどうもありがとう。はい、どういたしまして。チャオメッサージョベルチョコレーゼ、おグラッツェ、チャオありがとうございます。ありがとう、はい、どうもありがとう。 Thank you. グラッツェ。はい、今日お昼をいただこうと思うのはこちらのレストランです。
チャオジャンルーカー、チャオ。ありがとう。はい、おかえりって言ってくれました。おじこざちでボーノ、え、トゥットボーノ、そう、プロ。トゥットボーノ、ペロッジェビオンラード、ピッコロメノ、ケッパラデノスティノティスタジョーネ、キロメトロゼロシシリアニ。あのですね、まあ、あの、このシチリアので、季節の今日はメニューがあるんですよっていうことで。ディアピラメンティパチコラリ、ティラッシュダルノキャダ。Oggi possiamo preparare una panella alla palermitana. Ah, panella ってね、ひよこ豆の揚げたやつですね。salsa di avocado, cartuccio di pollico. Avocado のソースにタコ。美味しそう。はい。Oppure ti posso preparare una passeggiata al mare, tante piccole stagioni tutti i crudi di mare. Ah, 海の幸のですね、あの盛り合わせなんかあるそうです。はい。それと。Ho una crema di fave con un calamaro scottato e olio al finocchietto salvatico. Questo. Crema di fave. Di primo ti posso consigliamo un risotto con zucca gialla, finocchietto selvatico e gambero rosso a crudo. Ah, なんかですね、かぼちゃのリゾットになんかエビの風味だそうです。そうです。これが美味しいよって言ってるから、じゃあそれこの2つにしましょう。OK。quindi questo. La crema di fave e il risotto. Un po' troppo forse. No, no, piccoli sono. Sì. OK, va bene. Vuoi un bicchiere di vino? Un bicchiere di vino. Arrivo subito. Già, hai. こちらはあ、デイデム。これね、サリーナ島のマルバジアセッコを使っているタスカダルメリータ社のですね、ワインですね。はい、白ワイン。じゃあちょっといただいてみます。あのアプリコットとかバナナとかミネラルとかちょっと塩を感じるようなでしょってバベーネって言ってますけどね、このマルバジアの香りがぷわーっときました。なんか一瞬にしてサリーナ島に飛んだような気持ちになります。どうぞお願いします。おいしいおいしい。はい、ではイエローゾーンに乾杯。来ましたよ。クレマディfunghi con broccoli croccanti e gambero rosso di mozzarella crudo. キノコのクリームにあのブロッコリーをさっと焼いたのに、マザラさんの赤エビですね。ではいただいてみましょう。ちょっとまずはこのクリームがどんな感じか。あのここね、柔らかいクリームとこのカリッとしたブロッコリーとこの柔らかいエビの、コントラストがすごくいいですね。優しいお味です。私はね、いつも来るのここの席、ほら中が見えてね、とっても楽しいんですよ。だから待ってる間もシェフのお料理を作ってる様子が見えるんですね。ここね、あのお料理講習もやってくれるんですよね。私があのこの間出した動画のお料理の、 あの地中海テラスの食卓で、あのドヤ顔でエプロンかけてるエプロンは、そのここのねお料理講習やった時にあのいただいたものなんですよ。自分の名前入れてくれてね。はい、これはですね、そら豆のスープに、それからイカ、イカをね、サッと炙ったんです。え？オリオ？あ、それで、はい、これがオリーブオイルと、それからワイルドフェンネルを使っています。はい、これもいただいてみます。そら豆ってよくあのシチリアの冬食べるんですよね。でもこれ今春だから、もしかして生のそら豆使ってるのかな。聞いてみよう。Una domanda. Sicilia si usa molto fave, ma questo è pensando di, pensando di periodo già fresca, fave fresca?Vero? やっぱりあのね、普通は、乾燥そら豆を使うんですけど、もうシチリアはね春だから、あのレオンフォルテの今できたあの春のこのそら豆、生のねそら豆を使っているんですよ。道理でフレッシュ感があります。ではこのイカの方もいただいてみましょう。あのちょっとこう炙ってあるっていう感じがね、あの香ばしさを加わるんですよね。
今ね、そら豆あったら皆さんにお見せしようかなって思ったんだけど、もう使っちゃいましたって。やっぱり今日使う分だけ買ってきて、それを料理にするからもうないって言われました。また今度の機会にどっかあの八百屋さんとかで見かけたらあのお見せしますね。そら豆ってほら、あの茹でて食べるイメージなんですけど、この今の出たての時期のフレッシュなそら豆はなんと生でいただけるんですね。それがね、ものすごく甘くて美味しいんです。あ、レモンの皮やっているんだ。これはね、爽やかに仕上がりますね。エビが入るからこのレモンと絶対合うと思うわ。リゾットズッカジャンラフィノキットセルパリでガンベロスリマンザ。はい、こちらの方ですね、あの黄色、かぼちゃのリゾットに、ワイルドフェンネル、それからマッツァーラさんのエビになります。はい、それではいただいてみたいと思います。リゾット、やっぱり想像通りの美味しさ。このね、レモンが入っていると入ってない全然違いますからね。エビと一緒にこの生のエビが入っているっていうのがゴージャス。これ一緒にこんな感じでいただいてみます。おっと、はい、デザートもいただきたいところなんですけど、ちょっとお腹いっぱいだし、ということでね、コーヒーを頼みましたら、こちらのお手製のクッキーも一緒についてきました。これね、あのモディカのチョコレートと、レーズンが入ってるそうです。あ、コーヒーと一緒に来たってことはこうつけていただいていいのかな。ちょっといただいてみます。うん、ナチュラルなペーストですね。やっぱり手作り感がすごくあります。うん、贅沢なひとときでした。これでまた元気に頑張ろうかなっていう気がしてきます。それではまた皆さんお会いしましょう。